あのフジテレビの今、いわ、いわゆるトレンディードラマって言われてた時に。はいはい、山田さん、太田さんコンビで。高視聴率ドラマというか。はい、うどーっと作られて。ましたよね。フジテレビが、まあ、ドラマで一気に行くきっかけにもなったと思うんですが。はいはい あれって最初が君の瞳を逮捕するヒットした最初が君の月空の最初が月空の最初が君のを逮捕するです、ね、僕今でも覚えてるんだけど「うんうん、君の瞳を逮捕するまで、うんうん、ドラマって、まあ、TBS がもうドラマの TBS ってほとんどあのなんていうのスタジオの中のこうセット ででってたじゃないすか金妻なんて今見てもほとんどマンションとかねそれから男女7人夏物語だってもうほとんど誰かのマンションとか部屋とかでドラマが進んでるのに「君の人目を逮捕する」って結構渋谷で頻繁にロケしてましたよね外で。それはもうね最初だから企画をあれする時から川家に。 みんなであれ川家,さん、えー、川家も入ってるんですけど川家はあのチーフじゃないんですけどね、うん、あのいわゆるニューヨークとかって映画で撮るとあんなにおしゃれに映るのに東京ってどうしてそういうふうにおしゃれに映らないのっていうふうに言ったら本当にそう東京でもおしゃれに映せますよっていうふうに川家が言って、うん、そういうの作ってほしいんだよって俺言って。 渋谷は渋谷とあの原宿舞台にしようってこれ、ロケ対応すると、うん、とてもじゃないけどスケジュールがはまらなくなっちゃいませんかですよね、うん、でもやっぱりロケを対応しようっていうことでじゃあその後たくさん作られてるじゃないですか、いわゆるダブル朝のとか、朝の朝の抱きしめたいとかあ、なんだろうな、こういうのパラダイスがいっぱいあったけど、ロケが圧倒的に多いか。ロケ多いです 何か戦略的なことだったんですかあ,のなんかある種グラビアを見てるみたいな面白いそういう感覚をあの、まあ、当時あんまり若い女の子たちドラマってあんまり言わなかったんでそういう子たちにも見るとあのそういう街がそういうおしゃれで,で着てるものがおしゃれであのヘアがおしゃれでっていうそういう そうこ,あこれ、どういうの、どこでっていう、そういうのをこうや,らやりたいよね<ー>っていうこ、浅野敦子の朝着せる服買いたいみたいな、そう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 のうそ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 あそうあ,あ,あっそう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 そそうそそうそううそううそうそうそ それはそういうことを意識してってことそれは,それはそう山田さんが情報番組もやられてたからですかかもしれません。それも,あるかもしれとにかくあの、うん、その頃の「あんあん」とか「なんとか」とかみんな集めてこういう感じだよみたいなことでやってましたあの <laughs> そ<れ>本格前にね それ「北の国から」を一緒にやった杉田さんから「山田何やってんだあれがドラマか」みたいなことは言われませんでしたら杉 <laughs> 田さんから言われないけども「うん、倉本さんから言わ山田 <laughs> お前がドラマをだめにしたんだからな」っていう言われました <laughs> でもね心配しなくても、うん、倉本さんその十何年前に、うん、もう「6話のかもめ」で「うん、お前がドラマをだめにした」って、うん、本を書かれてますから。そうそうそう <laughs> あれでも本は倉本さんじゃなかったのかな、あれ原,原案だけで。いや、6話の顔目は倉本さんです。あ,あ、そっかその時だけど、うん、一気にこう新しい脚本家っていうか、うん、こう今まで書いて、うん、まだ、うん、その抱きしめたいは松,松原俊治さん,さん、うん、ちょっと前の方かもしれないけど、一気坂本、D、さんとか。 そそれはどういうい経緯でヤングシナリオ大賞っていうつまりとにかく私はドラマは70%本だと思ってるんですよ面白いだから本がよくなきゃ本が良くなきゃ絶対にそのどうやったってどうやったって駄だ。うん、でそれには、まあ、TBS なんかはいい作家がみんな集まってるけども我々の で私はもうすでに30か40だったけどもそのだから松原さんなんかは私の同級太、うんえー、田くんなんかは一回り下のその,その30歳ぐらいの子たちと一緒にコンビを組んで書、うん、ける作家を探そうと、うん、それでシナリオ教室みたいなの行ってるののいいのを集めて56人でチ,チーム作らせてもいいしうん、うん、で,でもあのいわゆる検証募集という。 あのシナリオ募集をやってもいいしどっちにしようかってでシナリオ募集にしましょうよってみんな太田とかみんなになって、うん、で、えー、社長当時狭間さんが社長でシナリオライターを養成したいんでシナリオコンクールをやりたいんですって、うん、いいじゃないか、うん、で、予算が必要なんですけどかか、まあ、年間1000万、うん、るじゃないか、うん、それで始まったのがシナリオ大賞。 だけどあれフジテレビのヤングシナリオ大賞って本当にあのそこからあすくい上げてますよね。そうですね。が、うん、全部フジテレビで使ってるとは限ら,ず限らない。限れはまたあの皮肉なところでもあるんだけど。その中では坂本さんの方が野島さんより先に大賞取ったね。先です。年齢はだいぶ下でしょ？そう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 。違ってました当時から。奈良に住んでたの受賞したよって呼び出して。奈良に住まいだったんですか？<laughs> うん。たら。 あのやはりひきこもりみたいな子じゃないかと初めて会った時思ったのは、はいうん、もうなんか手なんか震えてましたからね当19歳ですからね上京してきた時はラ <laughs> ングシナリオ大社ととととと19歳だった時19歳すげえホントにヤングだとにかく奈良にいちゃ話にならないから東京来てでも金ないからとにかく AD やれって言って。 AD やらしたんですよ、うん、それであのアパート借りろっつって私調布に住んでたんで調布いようっつって、うん、調布でアパート探してまあ家賃もそんなにしないでしょうからねそれで AD やらしたんだけど全然役に立たない AD ででしょうね <laughs> それであの同級生かなんかの時に大石静香さんが脚本家でそれで1話書いてきた。 ごめんなさい同級生ったの元はね本当はオファーしたのがねそれで読んだらそのもう原作あるからここから始めましょうみたいなことになってるからストーリーはちゃんとしてるんだけどもワンシーンワンシーンのその子たちの会話がまあマっトなんですよねでもう一つここは会話があってんで で坂本くんに同じ設定でこの1話のこのんあの1話をちょっと書いてみなって,ってああはいはいはいだからもうプロットとかぜあれはしっかりできてるからあ,あ,あるから脚本だけセリフだけなすみたいなことですねセリフだけっていうお前が考えるあれでいいからここからここまでを1話にするんだからっていって、うんうん、で返したんですよはいはいあんまりセリフがいいんで大石さんに「 今回、すいませんが坂本君っていうこの新人で行きたいんですよ <laughs> 何を言ってん <laughs> それ,それ激怒でしょう激怒でそれで、うん、私にもちょっと読ましてそれても,もちろん読んで「うん、山田さんわかりましたおります」っっかっこいいそれで坂本デビューになったんです でもこの話坂本雄一にとってみれば、まあ、もちろん一義的に山田さんが恩人であると同時に大石先生って影の恩人ですね<人>そこね聞いたのならなんか最近大石さんとよく飲むんですよとか言ってたあっさおさんが、うん、面白いってことはですよ同級生を書いた時はまだ二十歳ぐらい,20歳ぐらいすごいなでも普通二十歳でそういうデビューを飾った人って 何て言ったらいいのかな勉強するとかこういろんなものを自分で身につけていくっていう時間もないからなんか割と潰れてっちゃう人が多い中で坂本さんんってすすごいででねどこであんな風に、ね、だけどもそのよく見ていくと坂本雄二の中でもそこからガーッと仕事して、うん、それでやっぱりどっかで自分に疑問を抱いて、うん、テレビの仕事辞めて何、うん、かしたりしてまたテレビに戻ってきたりとか。 そういうことを繰り返して、こうやってる感じはしますよね。あ,あ、そうか。うん、どっかで立ち止まってる時があるんだ。高本さんもあるんだと思いますね。あの、そういうきらびやかな、もう今グラビアとおっしゃって、すごい腑に落ちたけど。女の子が見たら、真似したくなるようなドラマから。あの、ちょっとフジテレビのトレンディードラマって、毛色が変わってきて。 92、3年になってくると、一途な恋愛の方にだから、そのバブルですよ、だから、で私と太田君であの、当たった、まだ当たったって、どこまでこれ当たるんだろうねって言いながら、ずっと作ってきて、うんうん、それこそ、恋のパラダイスぐらい恋のパラダイスで、ちょっとねあの全員、なんか全員出しちゃって、豪華にして、わーってやって見たんだけども、どうも反応が、<ー>これ、れすごいキャストだと思う。こ、うん、これれだなこれででって言うんで、うん それで半年後に全くつまりあのグループでわーっていうものを描いてたのが一人のつまりこう切ない恋みたいなものに素敵な方思い素敵な思いから変えたんですよ観客の側としてもすごいわかる一途になったあそこ180度チェンジしたんですそこでそれ意図的だったんだな意図的ですね面白いながら 一年間当たってたんですけどね、うん、<laughs> 山田さんがある時集めてまこれからはもう二股三股はダメだぞ <laughs> 一途にするんだとおっしゃったんですか <laughs> いやいやそんな言い方はしないですけど <laughs>、うん、確かやっぱ太田君と話しててもうこれないよなこういうのはって最近でもあのもう後輩が作られてるドラマってご覧ならないですか 今はあんまり見ないですね、もちらっと見ると、もう嫌になっっちゃって僕も全く同じでね、うん、あのそれこそさっき話した北の国からを見直してみたら、うん、今、オンエアの僕、一応見るんですよ、うん、1> 第一話、うん、はそ、い、れ、はい、あまりのレベルの違いに、もうちょっと膝が抜けたっていう感じがするんだけど。レベルという言い方は失礼かもしれないけども。<laughs> やっぱり全然作り方も違いますしね、うん、それで狙ってるとこ何を狙ってるんだろうというふうに思ってしまってよく分かんないですよね今ではのはねそうかこういうふうに作りたいんだろうなぐらいまでは見当がつくんだけど。うん あのでも多分お金のかけ方とか時間のかけ方とかもやっぱり違います違うんだろうなっていうのはそれは気の毒だなと思うんですけどただあのあれ結構はまりましたよフジテレビで言うとあの自分の地元だったからなんだけどサイレントは。サイレントはは私見ました 地元ね我々地元だからね。ら <laughs> 結構、ね、同じ駅の、ね、あんなダサい駅がどうなるんだ、ねん。なんだけど、うん、久しぶりにやっぱり切ないというかう、ね、切ない王道学生時代との思いみたいなのがう,、ね、おうまいなと思っ,ちゃった。やっぱり彼女はセリフが良かったですよね。あ,あそっか。うん、かっまだじゃあ今でもやりようがありますかね。やりようあると思いますよ。 ただまだその韓国の,あのイカゲームとかこう韓国が世界市場を取っていったみたいなレベルがまだ日本から出ていないんじゃないかな。だから企画の企画の考え方企画会議のみんなの発言の仕方というか、まあ、プロデューサーたちの考え方がまだだめなんですよドラマをどうしたいっていうどう受けたいかっていうどういうドラマで受けたいかっていうところが。 非常にそういう意味ではさっきおっしゃったようにレベルがそ,の低いまそれどういうドラマで受けたいかっていうののう底上げ、ええ、そういう思いの底上げするのって、ええええ、どういうい方法がありますかまあとにかくやっぱり作家ですよね作家か、ね、作家結構7割だから、うん、作,家を作家をとにかく若い作家を集めてそれで何が面白いか今何が面白いかっていうことをから 話し合ってそれでだったらこういうドラマをこういうところでやったらどうだろうっていうことをからちゃんと考えていってそれでストーリーを作って。 フジテレビで今、あまり仕事をされてないような気がするんですけど、黒岩勉さんっていう脚本の方がいらっしゃって、つい最近だと、福山雅治の,の盲目の捜査がなんだっけど、その前はあの木村拓哉君の,あの東京グランメゾンとか、あ<ー>フジテレビでも昔、あの江口洋介のイタリアンのドラマ、あれ、良かったですよね、面白かった、った横浜でイタリアンやってる話とかね、はいるはい、はい、ことはいるんだなと思いましたけどね。いるんですよ うん、いるんですよ。うん、だから救い上げてないだけな、うん、いや、黒岩さんも救い上げるもなんもナンバーワンだけど、うん。だからちゃんとやれば韓国に負けないものはもっともっと作れると思うんですけどね。<music> チャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いします。